グリプトドンとは、新生代第四期更新世に、南アメリカ大陸で最も繁栄した異節上目飛行目の一族、原生アルマジロに近い。学名の意味は、彫刻された葉で、和名も、掘りはけものという、多くの学名に用いられるドンは葉を意味するギリシャ語である。2015年、アルゼンチンのカルロス・スペガスシニデコーラの化石が見つかった。 グリプトドンの系統は早くも四神魚に出現し、新生代を通じて生存した。初期のものは小型で、中神魚のものでも全長1メートルから1.5メートル程度であったが、高神魚に入ると巨大となり、3メートル以上の種も現れた。一般にグリプトドンとして知られるものはいずれも高神魚の産である。一部は北アメリカの南部にも分布を広げた。 グリプトドンコウの骨川全長は約3メートルと巨大で、背中には小さな骨の板が集まってできた甲羅のようなドーム状の装甲板を背負っていた。この装甲板に亀のように手足を引っ込めて身を守ったと見られている。初期のものは装甲板の骨の結合が緩く、体をアルマジロのように丸めて防衛の体勢を取れたが後期のものは装甲板の可動性が失われ、 丸くなることはできなかった。尾の部分もリング状の骨清掃甲板で覆われていた。歯は、生涯を通じて伸び続けたと考えられている。頭蓋骨創造図動化に属するドエリクルスは、全長4メートルとさらに大きく、クリプトドンに比べて、長い尾の先端には、中世の武器である、モーニングスターを思わせるトゲ付きの骨貝を持つ。捕食者に対してはこれを使って、 積極的な防衛手段を取っていたと考えられている。グリプトドンを狩ろうとしている、当時の人間を描いた、エセナカの硬いコーラを、戦士の盾にするために人間に狩られたのが原因とする、説もある。ありがとうございます。